体操着。体操着とは、日本で講義には、トレーニングウェアなど運動をするための服装一般を、指す言葉であるが、普通は、学校教育における、体育等の時間に着用される服装を指す。一般的には体育に、体操服、体育服、運動着、運動服、運動服服と呼ばれることが多い。以下この項では主に学校、小学校、中学校、 高等学校の体操着について記す。体操着は、普段着より、体の動かしやすさを重視して作られている。多くの学校では、体操着は、基本的に、トップスに、上着として、トレーニングシャツ、中着、トレーニングシャツ、被着用時は、上着とて体操シャツ、学校によって半袖、長袖のどちらかまたは、両方、ボトムスに、上着として、トレーニングパンツ、 中着、トレーニングパンツ被着用時は、上着として、短パン、ハーフパンツ、クオーパンツ、ショートパンツなど、の4から5点セットで揃っており、状況に応じて分けられている。地域や学校によっては、気候的、もしくは、精神論的な理由等から、年中着の姿で過ごさせる場合もある。学校によっては、体操着または、ラインや名前の刺繍や、交渉の色を変えて、 学年を区別していり、ジャージ上下のみ、学校指定で、体操シャツハーフパンツは、色だけ指定しているところもある。男子は学校によって組体操、騎馬戦、棒倒しなどの実施時や、男女共に健康診断の一部検診校などでは、体操着はボトムスのみ着用して、上半身は、下着姿、または、裸の場合がある。マニア向けに、大人用の体操服も売られている。 ハーフパンツ、または、クォーターパンツに関しては1990年代以降から現在でも導入されている。それまでは、男子は短パン、または、スポーマー、女子はブルマーが定番であった。また女子ではスコートを着用することもある。体操シャツには、長袖と半袖があり、首周りのタイプは、クルーネック、丸首、ファスナータイプ、襟付きで、タートルネックにもなる。 V ネックセーラーズニットヨークシャツ、デンマーク型シャツなどがある。色は白一色、または白を基調として、首回りや袖口などをスクールカラーや学年色、主に赤、エンジ、青、紺、水色、緑、黄、紫などとしたり、袖や胸にスクールカラーや学年色のラインを入ることが多い。また、バレーシャツと呼ばれるクルーネック、 丸首タイプの体操服もあり、首回り、袖口がリブ、ニットの一種で繊維を編んだ伸縮性のある素材になっており、着用時に首や腕がリブによって締め付けられる感触が特徴の一つと言える。中には裾は絞ってあるタイプと絞っていないタイプがあり、首回り、袖口は絞ってあるものが大半である。しかし、学校体操着の体操シャツも、 現在新しく制定した学校などは、袖口や裾の絞りもなく、完全な T シャツ型で、素材も従来の綿の割合が多いものから、ポリエステル等化線の割合が多くなっており、裏地がメッシュで、急間速乾性が高くて軽薄な素材であるなど、従来の学校体操着というよりも、スポーツウェアの流れを組んでいるものが多く見れるようになった。思春期以降、 乳房のタナー段階 E 以降の女子は、直に、ノーブラで体操シャツを着用せずに、ブラジャー、乳房のタナー段階 EE4 は、ジュニアブラ、乳房のタナー段階 e 以降で、体育授業など運時は、スポーツブラを着用した上で体操シャツを着用する、必要がある、健康診断の一部検診項目では、ブラジャー着用ができない場合がある。 体操着の下に汗をかいてそのままにしていると風邪をひくという理由で、下着、ブラジャー着用を禁止して問題になったことがあった。児童、生徒の管理や運動中の事故対応等の目的のため、名前、クラス、出席番号などが記入された白布の名札を縫い付ける学校や、服の記事に公名と氏名、または氏名のみの刺繍が入る学校がある、前者の場合、体操シャツ、 トレーニングシャツ、長袖ジャージは全部、または全部後部両方に縫い付ける大きいゼッケンタイプと、左胸に縫い付ける小さいタイプがあり、ハーフパンツ、トレーニングパンツ、短パン、ブルマーは右後ろ、右前、左前のいずれかに小さいタイプのものを縫い付ける。ゼッケンは、学校指定のものを購入する場合と、各家庭で布を買い、学校から指定された通りの寸法で製作する。 場合がある。校舎の場合は、体操シャツ、トレーニングシャツ、長袖ジャージは左胸に、ハーフパンツ、トレーニングパンツ、短パン、ブルマーは左側に、名前の刺繍が入ることが多い。体操シャツやジャージの左胸に、交渉のプリントが入る学校も多く、学校によっては、体操着、ジャージ本体の裏面や表面に孔名などの文字、英字、または、 漢字のプリントや文字を図案化した柄が入ることもある。現在は生徒の安全確保のため、背中のゼッケンをなくす学校も多く、背中のゼッケンをなくした代わりに、学校名等のバックプリントを施したり、体操着やジャージを新たに制定した時にバックプリントを施す場合が多い。なお、児童生徒の誘拐事件防止、プライバシーの保護などを理由に、 ゼッケンそのものを付けさせなかったり、背中のゼッケンを廃止し正面だけにする、大きめのゼッケンを小型の名札にするよう、あるいは完全な縫い付けではなく、スナップ等で脱着できるようにし、体育の授業や学校内ではゼッケンを装着し、月光時には取り外すなど指導する学校も見られるようになっている。被害の手間を省略するケースは家庭で、 体操着を着用した上で登校する。中学時間中ずっと体操着姿のまま過ごす場合や、家に帰っても中学時間中に着用した体操着姿のまま過ごす場合や学校服や自由服の中に体操着を着用しておき、授業時に学校制服や自由着を脱いで体操着姿になる場合などもある。学校の教室や行為室などで着替えるケースでは、学校、 学年などによって、男女同室で着替える場合と、男女別室で着替える場合がある。体操着だけでなく、下着が濡れたために乾いた下着に着替える場合や、普段着用の下着とスポーツ用の下着、女子では、スポーツブラなどとの着替えもなども伴う場合もあり、下着の着替え時にプライベートゾーンが露出する場合も、ある。小学校1年生では、体育の授業の一環として、 体操着への着替え方や着替えた後の学校制服や自由服の片付けなどを指導する場合もある。体を動きやすくするために掃除活動、ボランティア活動、部活、遠足、健康診断などの体育授業以外の学校活動時でも着用することがある。それ以外でも地域のマラソン大会やテレビの視聴者参加番組等で着用することもある。従来、 投下校及び授業において学校制服の着用が義務付けられていた学校でも熱中症対策やクールビズ対応等のため投下校や体育以外の授業中にも任意で体操着の着用が認められるようになっている。さらに登校後には必ず体操着に着替えるよう着用を強制している学校もある千葉県の一部地域の中学校などその場合登校後に 体操着に着替え、1日の学校生活を過ごし、下校時に学校制服に着替えて下校する。また、学校によっては、式典のみ学校制服を着用し、通常に家事は体操着での登下校を認めている学校もある。このほか、小学校を中心に着衣水泳が行われるようになったことから、学校によっては体操着を着衣泳ぎとして使用しているところもある。 男女とも、体操着姿、体操着の中に、スクール水着を着ておく場合もある。スイムキャップにゴーグルをつけて、プールに潜って、水泳の授業や安全講習を受けている例が見られる。また、三重県戸橋菅島で行われるシロンゴ祭りでは、参加する、小学生全員、白の磯木の下に、体操着を着用したまま海に潜ることもあり、臨海学校等では、 普段の体育の授業と同じ格好で行うことがあり、小学生男女全員、体操着に靴下と運動靴、紅白棒にゴーグルをつけて、海に潜り泳ぐ例もある。1960年代前半までは、男子は白面のランニングシャツに、白のブロードチの短パン、女子は白面のブロードチの解禁シャツに、コンサージのチ,ョウチンブルマーだった。 1960年代後半には男子は白のメリアスチのトレーニングシャツに白サージの短パン、女子は白のメリアスチのトレーニングシャツにコンサージの半ズボン型ショートパンツとなった。この頃にはすでに学校体育振興会のマークが付けられていることが多かった。1970年代初めには男女とも白のメリアスチに青や紺のラインの入った。 トレーニングシャツ、当時、サッカーパンツ、カラーパンツと呼ばれていたコンや青のナイロン製のトランクスタイプのパン。そして女子用として、コンニット生地ショーツ型ブルマーが一般的になり、それぞれにブリという学校体育新公会のマークが付けられていた。後にナイロン、ポリエステル生地で作られたバレーシャツという袖口、裾口、首回り口が伸縮ゴムで絞った。 密着型体操服が登場。長袖、半袖の2種類があり、それが採用されたところでは、男子はスポーマーというナイロン、ポリエステル生地で作られた密着型短パン、女子はナイロン、ポリエステル生地で作られたショーツ型ブルマーという、密着型パンツ。ハイソックス、上履き、または運動靴をはじめ、紅白帽子、または手拭い、水泳帽子と、 水中メガネ等も合わせ水陸両用の体操服とて使用されたところもある。1980年代今つにそれまで男子用一部女子用に普及していたナイロン製の短パンから当時バレーパンツと呼ばれた紺のコットン合戦の短パンに取って代わられるようになり、1990年代に入るとブルマーに対する批判が高まったのを受け女子もブルマーから バレーパンツへと移行する。そして1990年代中頃にニット生地のクォーターパンツ、ハーフパンツが考案され全国に普及した。欧米では体育の授業の際は各自で運動しやすい服装や靴を自由に着用するのがほとんどであり、日本のような体操着の着用強制を人権侵害と捉える人もいる。韓国では多くの小、中、高校で 体操着を定めている。小学校では青や水色を基調としている場合が多い。中学校、高校では、冬季はジャージや丸首のトレーナーを着用し、夏季は日本と同じ白地の半袖体操着も見られる。体操着は体育服と呼ぶが、学校の体操着だけでなく、成人が着用するジャージやトレーニングウェアなども体育服と呼ぶことがある。 中国の中学校、高校では、陶芸工事や体育を含むすべての授業で、工部区と呼ばれるジャージ上下を着用している、学校制服中華人民共和国も参照。日本人学校、小中学校では、日本の児童、生徒だけでなく、現地の児童、生徒も、同じ体操着を着用しているところもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。